お世話になります。一人でございます。早速冠の雪原の生き方ということで冠パスを手に入れました。ブラッシータウン駅の駅員に見せると、あ、こっから行けんの、冠雪原に行くことができますと。いや、ランクまで使う系のポケモン揃えていこう。冠雪原駅行こう。どうなるんだろう、めっちゃ気になる。音楽とかも気になります。え、こっから、え、行って、あ、左行って下なんだ。え、南側なんだ。それで、はいはい、え、そこに地図あった、行けなかったよね、もともと。え、マジか、こんなのあったの。え、もうすぐそこじゃん。特殊な場所じゃなかったの。じゃあ普通に行けるところじゃん。だってしかもここあそこに行ってるし、シュートシティだっけの前あたりのところ。あ、ここでアップデートね。はい、外に出てきました。はい、音楽来ましたよ、聞いてください。なんか一瞬あそこと一緒だな、別に。シュートシティだっけ、そこの前のところと。あー、ピオニー来たピオニー、誰こいつ、こんなやついたっけ、いなかったっしょ。私はマックス大巣穴でダイマックスアドベンチャーするの。ダイマックスポケモンといっぱい戦うんだから心配しなくていいぞ。そんなところよりももっと楽しい場所があるんだ。イケてるパパと一緒にいっぱい楽しもうな。超ありがた迷惑なんですけど、助けてちょうだいよ。親父の相手よろしくね。鎧のことと全く一緒のパターンだね。いや、大王道70レベル、意外と高えな、マジ。火炎放射でワンパン。ボスゴドラー70レベル、すげえ。いきなり新ポケモンとはすげえな。シャクちゃんがいねえ。本当に娘？ひどいな、その言い方。おい、それなかなかシビアな質問だぞ、おいおい。マックスダイスアンナっつうとこに行きたいとか言ってたよな。よし、追っかけよう、行こう。あー、すげえすげえ、もう新しいやついる、ここにいるよ、新しいやつ。名前わかんねえけど。おいおい、なんだよお前。うわー、チルットだ、すげえ。ルージュラいんじゃん、マジかよ。まあ、とりあえず行こっか、ここに。やってたとこだね、ムービーで。シャクちゃんが中にいいんだろ。それはそうなのですが、一緒に入っていただく形で許可できます。変な理屈だけどな、それ。マックスダイスアナはガラル地方で見ることができない珍しいポケモンも生息している地下迷宮。地下迷宮なのね。スアナの奥深くには伝説のポケモンが待ち受けていますと。はじめに一緒に進むポケモンを一匹ずつ選びましょう。もう早速やるんだね。手持ちのポケモンですとガラル粒子に反応して暴走する可能性がありますので、粒子の影響を抑えられるポケモンを用意しております。すげえ、無理やりつけた理屈だろこれ。おい、探検が終わったら報酬としてマックス鉱石を差し上げます。やばいでしょ、何それ。マックス鉱石集めて夢特性カプセルと交換とか、そんな感じかな多分。一番強いのどれなんだろう。まあ落とすパスクでいいかな、適当に。そんなちゃんと決めてないけど。まあこれランダムで決まる感じか。奥にいんのかな、水タイプ。じゃあパルキアじゃね、あれ。だからタイプあらかじめ分かってて、それで選んでいくっていう感じだから、割と自分のタイプに合わせて相手をね倒していくことができるっていう感じですね。今気づきましたけど、うわ結構強えじゃん。おい待って待って、普通に強えんだけど。今原子の力半分ぐらい入ったんだけど。あ、でもドレインパンチこんだけ入ったわ、やば。ドレインパンチで倒していく。そういえば BGM 全く一緒っすね、何一つ変わってない。ダイマックスアドベンチャーだから変わるかと思ったのに全然変わんないっすね。あー、すげえすげえ、回転するのも短いんだ。それで確定ゲットなんだ。うわ、かなり時間短縮されてんだね、そういう部分でも。報酬はなしと。手持ちを入れ替えることは、いや、した方がいいかな、そりゃ。アマルルガの強いよね、多分。さすがに強いよね。こっから見ても、一番左がホルードとか見えますね。見えるポケモンも中にはいますね、なんか。おいおいおい、マジか、死んだわ。と選べば、普通にクリアできそうですね。で、ゲット、ありがたいね、これめっちゃ。いやー、このまま進もっか。オッケーオッケー。あ、別に味方がこれで変えてくれんのか。え、ここかな、氷かな。オッケー、ありがとう。味方だから結構ちゃんと攻撃してくれますね。オッケーオッケー。これでラストですね。あ、結構簡単に行くことはできましたね。全然相手強くなかったですね。ただ、私は思ったのは、結構時間はやっぱかかっちゃいますね。あ、スイ君か。そっか、ファルキアもう一個あったっけ。いきなりスイ君ゲットできるとかめちゃめちゃいいじゃん。で、やっぱバリアないですし、最後もバリアなしでいけんだ。あ、つうか今気づきましたけど、 BGM こんな感じです。だちょっとアレンジが違うやつってことかな、今までのと多分一緒だけど。元は普通に余裕で勝てちゃうっていう感じですかね。ただちょっと時間かかるな、やっぱり。それはしんどいかも。でもほぼ確実に勝てるっていうか、逆にどうやったら負けんのっていうレベルなんですけど。いや、こっからは BGM 同じかい。伝説の場合だけ3回来るん。
ちゃんとこれがなるけど確実ゲットっていう感じですね。マジか、1匹しか持って帰れないんだ。じゃあアマルルガとかゲットしてもほとんど意味ないんだ。マジか。選ばなかったポケモンとレンタルしていたポケモンを研究員に渡した。マックス鉱石急行。あの今までのポケモンの巣穴のところをちゃんと歩くっていうね。あ、そうだ、1人くらい強かったらさ、私の代わりに親父の探検ツアーに付き合えるっしょ。2人で先に伝説巡っといて。おい大丈夫か。岩の裏に娘がいないか調べてたらこのありさまよ。コメディにも程があるな。出たー、あのポーズ。シャクちゃんが混ざりたくなるくれ、楽しい探検しようぜ。あ、マックス鉱石をいただければ素敵な道具と交換しますよ。うわ、ここにあるんだ、いろいろ。鎧鉱石も交換できる。うわ、特製カプセル、きたー。あ、特製パッチ200個。だからマックス鉱石1回で9個ってことは20回ぐらいだから、多分全部の伝説捕まえたら特製パッチ1個手に入るみたいな感じなんでしょうね。うわ、出たー、フリーズ村だって。そのままじゃねえかよ。すげえ、そんなド直球の名前なんてあるか。今までフリーズ村の村長デスジャ、北条の王の伝説を調べに。はい、なんだこの像は。あ、バドレックス、普通にバドレックスか。何かが足りないような違和感がある、確かに。で、こいつは何なの。この馬が気になるよね。だから馬の方がなんかこれ新しいポケモンじゃね、もしかしたら。ワンちゃん、あ、バドレックスの頭じゃね、あれ。これ北条の王と呼ばれてる頭がでっけえポケモン。はたまた伝説のトップポケモンが集まる赤くてでっけえ木、あれだ。山頂だね。変な遺跡に眠る点々の巨人ども。あー、いや長そうだな、結構時間が。うわ、出たー、これ。散々ムービーでやってたやつ。北条の伝説についてピオニがまとめたメモ。なるほどね。フリーズ村には伝説のポケモン北条の王のおとぎ話がある。岩の巨人、眠る遺跡あり、はじけもにラヌ潮模様。あー、これでまた解読するのか。謎の言葉が書かれた扉が固く閉ざされている。すげえ絵が可愛いな。太陽が頂に達する地、淡く燃ゆる色の大木あり。何これ、こんな出方。何この昭和のテレビみたいな。神秘伝説の王、ちょっと読めなかったし。しかもマスターボール手に入れた。マジなんでここで手に入れんの。オッケーオッケー。あー、これもういきなりこれ話しかけたらできちゃいましたね、これ。わかったわかった、持ってきな。ってかこれは本当にあれなんかい、伝説ポケモンのやつなんかよ。だってさっきから意味深に移しすぎでしょ。簡単すぎだと思う、それは。オッケー、くっつけてみようか。はい。いいのかよ、早えよ。マジかよ。これ戦うことになったらやべえぞ。ボールを構えますか。はい、行こう。行っちゃおっか。とても投げる隙のある相手ではない。マジかよ、マジか。解放者一発じゃ弱すぎでしょ。おい、食らう、ブルム、向かい、管理、冠みたいなのずっと言ってんじゃん、これ。うわ、いいね。でもやっぱバドレックス可愛いわ、なんか。ドア。って弱ーん。なにこれ。すまぬが少々借りさせていただこう。ピオニー隊長？無理もない反応だが、答えはエナである。ああ、バドレックスが喋ってんだ。マジか。要はバドレックス、北条の王と呼ばれし者。村の人間皆に北条の王覚えているか、今一度尋ねてほしいものである。こいつ承認欲求強すぎでしょ。いや、ピオニーやばいっしょ、おいおい。ピオニー、こいつなんか買えるの。あ、フエンせんべい、フエン名物、フエンタウンのやつ。ムービーであったやつだ、これ。鉄心ポケモンの手がかりを見つけた。合計 2% になった。ポケモンの手がかりが至るとこに散らばってるしね。マジか。なるほどね、これを見つければいいってことね。フリーズ村のみんなに北条の王の話を尋ねた。バドレックスに報告に行こう。 OK、 ようやく終わった。これ結構時間かかっちゃった。世について何か言ってたであるか。まあ、これダサいよ、王様なのにそんなこと気にしてんの。世は乗りこなしていた4つ足のポケモン。なんだこれ、村の像でも世がまたがっているのである。スイ君じゃないあれ。遥か昔共に野山を駆け巡った仲ではあるが、新しいポケモンこれ。あ、ピオニー復帰した。普通にただバドレックスいなくなったら復活すんだ。いや、ドータ君とか、結構同じポケモンばっかだぞ。なんか新しいポケモンが全然いない。なんでプテラ化石ポケモンが普通にいんの。ちょっとそれはさ、世界観ぶっ壊れてんじゃない。いや、わざわざここに来たのに。おい、家に戻ってもう一回話すのかい。王の相葉は冠雪原のとある野菜が好きだったと。あとは人参さえあれば行方知らずの相葉をおびき寄せることが叶いし、人参の種を手に入れた。我が雪原で作物を育てるのに適した土地は、あ、なんかそこに行かなきゃいけないのね。人参を育てるために一つは死者を弔いし、墓標の傍らにある畑。あ、多分ねだ。多分ねいた。あんまなんか喜ばねえな。いや、墓あるけど、いるのこいつらばっかだよな。本当にこの地で種をまくのでいいのであるな。ちゃんと聞き直してくれるところは優しいね。もういい、もういい。なにこれ。コメディ多すぎでしょ、今回。すげえわ。どんなイベントだよ。人参を引っこ抜きますか。はい。黒い人参を手に入れた。オッケー。来た。
新しいポケモンこいつ。え、こんなのアナウンスされなかったの。え、超かっこいい。マジか。ええガチかっけんだけど。え、新しいポケモンいたんだ。うわ、ゲームフリーク最高だろ。こんなの用意してたんだ。え、やばい、超かっこいいんだけど。ただ普通の馬ではあるな、一応。かっけー、超かっけー。クイックボールです。え、とても投げる隙のあるポケモンではない。マジか。はい、一発で倒していく。ワンパンじゃん。それで拾うわけね。これ黒い縦紙縦紙落としちゃったんだ。アイバの縦紙を縫い合わせれば王とアイバをつなぐ絆の手綱を作れるそうな。何ここ、本拠地みたいにしてんだよ。え、普通にこれで OK。 輝く花びら全然ダメだったようじゃ。おい、作れねえのかや。お、絆の手綱普通にお前作れちゃったんだ。また生かされてんじゃん、お前。何回生かされんのよ。この時点でもうかなりのストーリー量ですね、本当に。人参を携え登ってきてほしいのである。いや、鬼氷とフリージョーばっかいるの。またフリージョーだ。フリージョーと鬼氷しかいねえよ、この冠設定。アブソル来たー、アブソル来たー。いいねー。いや、でもなんか見た。あー、いつじゃー来たー。ガンバル来たー。おー、こいつもいるんだ。またツンベア、お前いすぎだろ、お前。あー、ズバッと来たー。懐かしい、こういうところで。あー、来た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 、タツベイじゃん。もうスノー来たー、固定シンボル。いいねー、景色がいいわ、やっぱり。すげー綺麗。うわー来た、すげー、なんかゼルダのお城みたい。やっべー、かっけー、超かっけー。バドリックスもゲットできんのかな。もうゲットしたも当然だけどね。だって仲いいじゃん、もう普通に。いや、ピオニーがあの格好で待ってんのはシュールすぎでしょ。ちょっとこれさすがにコメディーがね、すごいよこれ。つうか、こいつさ、飛んでんだからさ、馬なんていらねえだろっていう話なんですけどね、そもそも。乗る必要ないじゃんっていう。黒い忍者を置きます。うわ、かっこいい。目がないんだこいつ。いや、かっこいいこいつ。ただ本当の馬だな、ただの。あ、出た出た。あ、例の場面。うわ、ここなんかのとこに隠れたのかと思ったらさ、すごい木のとこで誰かが襲ってきて隠れたのかと思ったら、普通にただ見てるだけなんだね、こっそり。うわ、すげえすげえすげえ。これか、やば。マジか、こんな新しいやつあるか。ポケモンがポケモンにまたがってそれでやるなんて。シュールすぎでしょこれ。ポケモンの世界の世界観がちょっとなんか崩れるようなあり方ですよね。うわ、かっこいい。どっちもいいね。いや、いいわこれが2セット。これで1セットなんだ多分。バトレックスって完全になんかゼルダの伝説みたいになっちゃってますね、音楽しかり。なんじゃこりゃって私も思ってるわ、そういう風に。また来た。おいおいおい、ピオニー乱用しすぎでしょ。今の世を捉えることができたのなら、お主を認め、その道に力を貸そうぞ。はい、バドレックスを捕まえていきましょう。かっこいいな、バドレックス、マジで超かっこいいわ。え、2体セットで出てくるなんて初めてじゃね、これポケモン史上。めちゃめちゃいいよ。なんだ今のズームアップは。カムンバ、カムール。これやたら使うな。ジンバ一体、マジか。オッケー、普通に捕まえられちゃった。セットで乗るのこれ。エンペラーポケモン、かっけー、超かっけー。バドレックスの緊張感とレイスポスの黒の稲鳴きの2つの特性を合わせ持つアストラルビット、すげー。たくさんの小さな霊体を相手にぶつけて攻撃する。うわ、普通に威力120で命中100っていうね、最強の技じゃん。オッケー、一つ目クリアですね。まあ、こっからはストーリーじゃなくて普通に進めていくって感じかな。好きなやつを選んで。あー、いたいたいた、こいつかわいい。やば、めっちゃでか。目撃大樹の集う伝説の鳥伝説。黒いポケモンは鎧島へ、紫のポケモンは冠雪原へ。あー、いた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 、すげえ。マジか、あんな追っかける感じか。早っ。いや、早いんだけどマジで。え、これ気づかれずに行く方法あんのかな。いけいけ、おしおし、いけるいける、オッケー、戦えた。普通に戦えんじゃん。なんだよこれ、特殊な方法あるかと思ったら普通に詰めていくだけっていうね。すげえゴリ押しだわ。ハイパーボールで捕まえちゃう。あ、捕まえちゃった。うわ、これ最高の演出だよな。こういう風に捕まえるなんて嬉しいわ。ちょっと安く感じはしますけど、何のイベントもないから。ただこれ結構好きだな個人的に。カムカム出ちゃったけど。オッケーオッケー、いたいた、来い来い来い、降りて来い降りて来い。オッケーオッケー、攻撃してきた。なんだ、簡単にいけんじゃんこれ。
やっぱ最初からやり直せば場所変えればいけるんだね。オッケー、ダークボールで捕まえた。これはいいね。いや、どこにいんの？フリーザーがいないんだけど。ササンドラじゃん、固定シンボル。やば。うわ、こいつもいるしね。こいつの亀のやつ、なんだっけ、名前忘れちゃったけど。うわ、クレベース来たよ、この感じいいね。え、ドラパルトいんじゃん。マジか、かっけえ。あ、いたいた、フリーザーいた。ようやくいた。なんでさっきまで見つかってなかったんだろう。どれどれ本物。これかな。マジか。え、ちょっと待って待ってよ。あ、いたいたいた、いた、フリーザー来た。なんだこれ、どういう条件なんだろう。いや、どれかわかんねえな。多分これかな。あ、連続でやんなきゃいけないの。え、あ、オッケー、戦えた。ようやく戦えた。マジか、よかった、あった。マジかよ、結構しんどかったなこいつ。ゲットしちゃったよ。よっしゃ、鳥ポケモンのクエストクリアと。遺跡らしき場所を見つけただと。オッケー、発見。開かずの扉と伝説の巨人伝説。なんで昭和なんだよこんな。鋼の巨人を呼び起こす音を響かせよ。ラスターカノンをやれってこと。わからんわこれ。初めのポケモンに変わらぬ石を持たせよ。いや、変わらずの石でいいのかな。オッケー、開いた開いた。これだけかよ、簡単じゃん。めちゃめちゃ簡単じゃん。全部やればいいのね。めちゃめちゃ簡単じゃねこれ。マジか、これだけか。ここでいいのかな、こいつに話しかけるとか。調べてみますか。え、これだけで出てきちゃう、もしかして。マジかマジか、早すぎでしょ。しかもなんかないんだ、ムービーとか。だってこれ出てくる過程とかわかんないね。そしたらオッケー、来た。これがわからない。鋼の巨人を呼び起こす音を響かせよ。アーマーガーとかじゃない。鋼タイプの声をやるとかじゃない。違う。命ある雪の結晶と共に歩け。オッケー、開いた。フリジオで開く。なんかせめて展示解くとかあったらいいのになと思うんですけどね。でもこの多分展示踏む順番とかで個体値変わったりするのかな、もしかして。そういうギミックあったりする感じもありますけどね。そうしなきゃあまりにもちょっと展示の意味がなさすぎるっていう。オッケー、タイマーボールという懐かしい、結構昔使ってたボールでゲットしました。岩の巨人、氷の巨人、鋼の巨人。あ、3個集めんのね。これちょっと思いつかなくてちょっと答え見ちゃいました。いや、わかんなくすぎて。どうやらこれ、はい、指笛鳴らせばいいらしいです。うわ、マジか、これこんなん思いつかねえだろ。だって鋼限定とかじゃないじゃんこれ。わかんねえだろこれ。行こう、鋼の力調べてみましょう。ジジゼジゾなんじゃそりゃ。あ、いいね、レジスチル。オッケー、来た。さすがに来たね、ありがたい。よし、ラスト。ここは全員揃えていくっていう感じですね。これでいいんじゃないの。オッケー、開いた。いや、ここはさすがにいろいろあんじゃない。あ、さすがになんか仕掛けあるんだよねこれは。あ、オッケーオッケー。あ、なんかなんかできた。適当にやってたら、このなんかバッテンマークみたいにやったらサンダーのやつが出てくるって感じか。なんだそういう感じね。電気、え、ちょっと待って待って。あ、2つどっちかなんだ。あの最初強調されてた展示が、あ、その表示なのね。だから Y に1本上みたいな感じでドラゴンか。あ、そういうことね。だから意味があったのね。ちゃんと文句言っちゃったよ私。ドラゴンの力、ドラゴンのスイッチやっていこう。カービィ、カービィ臭い。はい、ゲット。タイマーボールで捕まえるというね。調査完了の印つけてくれるということで、ありがたい。オッケー、今から新しい伝説考えるからちょっとだけ待っててくれ。パパと一緒に探検しような。な、いや、伝説考えるって何。てか圧がすごい、圧が。これで終わりかな多分。タイムクサードポケモン、それとアジトはこれからも気軽に使ってくれていいぞ。オッケー、ありがとう。うわ、終わりじゃん。うわ、終わっちまった。あ、なんか落ちてる。これなんだ。この繊維と他かをつなぐ謎鏡穴メモ、ピオニー隊長に届けよう。うわ、え、また何か起きんの。だってジエンドって書いてあったじゃん。ポケモンかわからない生き物がわんさか現れたんだ。え、何、思いっきりイベント起きてんじゃん。ジエンドじゃないの。ウルトラホールと関係してる。ちゅうことは隊長、また新たな探検が始まるかもしれねえな。え、何何これ。伝説、空を覆うウルトラな穴伝説。あ、これでウルトラビースト手に入るってことか。なるほどね。あ、っていうかこれで何体も何体も伝説ゲットできるようになるってことかな。ただそれだけかな。まあいっぱいやったらなんかできるんだ。じゃああと1回だけやろっか。じゃあ奥に何がいいんだ。炎タイプ、なんだろう。エンテイかな多分。
プレイ時間かかった時間ね3時間14分ぐらいですので、だから鎧の鼓動とそんなボリューム的には大差ないんかなっていう感じですかね。もし伝説のとこにたどり着きましたね。ここはやっぱレジラスか。普通にいいね、かっこいいわやっぱり。ちょっと待って待って待って、あと1回で勝ったのに。うわちょっと適当にやりすぎたな、さすがに。いやまた負けたんだけど、うわしんど。え待って、別に何も起こらないじゃん。あそっかそっか、よく見たらこれら、この世界と他の世界をつなぐ謎の巨大な穴みたいな感じですから、これちゃんとそれ専用のポケモンいないとダメなんですね。だからまあこれは結構時間かかりそうですね。 なのでこれは別の動画でまとめようかなと思います。なので実際はクリアした後はウルトラなんとかホールの説明がされて、それで終わりっていう感じですかね。でダイマックスアドベンチャーもちゃんとやんないと、私みたいに2連続で死んで何もゲットできないみたいなことになりますので、ご注意ください。こんなちょっと手に入れにくいんじゃ図鑑無理雪原じゃないですか。テロリストじゃ